コンビニでパスタサラダを買う OL の気持ちが未だに分かりません。ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビをお迎えした非完全ガイドをお話ししたいと思います。世の中には2種類の人間しかいない。それはボールパイソンを飼っている人とこれからボールパイソンを飼う人の2種類しかいないんですけど、今ご覧いただいている皆さんはこれからボールパイソンを飼われる側の人間だと仮定して、ボールパイソンをお迎えした日にどういうふうにすればいいのかっていうことをちょっとお話ししたいと思います。ボールパイソンをですね、飼うことができるのはいくつか場所があって、一つはまあペットショップですね。うちもペットショップになるでしょう。普通のお店で飼うことができますと。あとはイベント、その爬虫類系とかエキゾチックアニマルとかの一堂に集う大きなイベントとかがあるんですけど、そこでお迎えすることもできます。基本的にはその2つのどちらかでお迎えをすることになるんじゃないかと思うので、そこでお迎えした場合のお話をしたいと思いますけど、うちだとね、こういうパスタサラダのパックみたいな、こういうパックを使っています。これもね、自分たちで工場で作って、ボールパイソンにベストなのを作って、こうここの中に入れてお渡しをしているわけですけれども、まあ、こうやって持って帰るじゃないですか、お家にね。わあ、初めてのボールパイソンだ、ファーストボールだ、嬉しいな、楽しいな、これから一緒に生きていくからよろしくねっていう感じで家に持って帰ってくるでしょ。で、開封の儀が行われるわけですけど、ボールパイソンってどっちかっていうと臆病な生き物なんですね。なので、お迎えしたその日は、まあ、彼らにとっては大引っ越しなわけですよ。僕らがもうね、どうだろうね、アフリカに引っ越すぐらい、アフリカに引っ越すってもうなんか不安で不安でしょうがないじゃないですか。行ったこともないし、イメージもつかない。なんか都会もあるっぽいけど、サバンナもあるらしいし、治安もなんか悪いらしいし、怖いみたいになるでしょ。で、ボールパイソンたちはですね、お迎えされた日は、まあ、それに匹敵するような恐怖と驚きの中にいるので、刺激しないようにしてあげることがとても大事です。こんな感じのボールパイソンの部屋をね、一緒に買うと思うんですけど、こういうところにそっと入れてあげる。こう開けて、水をすくうように丁寧に丁寧にこうそーっと、あ、怖くないよ怖くないよ、ここはあなたのこれからの安全な住処であって、怖くはないよっていう、愛を持ってね、優しさとジェントルさを持ってあげてください。まあ、こんな感じで入れてあげる。驚かさない、怖がらせないように、初日は特に丁寧にしてあげると良いと思います。まあ、できれば覆いになるようなタオルか何かかぶせてあげて落ち着かせてあげる。ボールパイソンって基本的にはこう地表で生きているわけではないので、穴蔵の中とか洞窟とか土のくぼみの中とかに本来生きている生き物なので、光とか人とかいろんな行ったり来たりとかがあると落ち着かないから、目隠しをして落ち着かせてあげるといいんじゃないかなと思います。で、ね、とっても大事なのは、しばらく餌はあげない。あげれば食べる子も全然いると思うんですけど、緊張状態の中で、まあ、餌だっつって食べると消化にもすごくエネルギーがかかって負担がかかったりするので、大きな環境の変化があった時にはもうどんなに少なくても3日あるいはできれば1週間は引っ越しの後は開けた後で餌をあげるようにしてくださいとお話をしています。まあ、あげれば食べる子も全然いるんですけど、その方が良いです。ボールパイソンをお迎えしました、とっても嬉しくてなんかお腹減ってそうだからあげてみましたっていうツイートとかよく見るんですけど、やめといた方がいいかなと思います。だから落ち着かせてあげるっていうことと、餌はまあ最低3日できれば1週間空けてからあげた方がいいっていうことで、お水をあげて大丈夫です。お水はその日のうちにあげて大丈夫なので、お水を入れて、新鮮なお水を入れてあげて、ゆっくり落ち着いて1日2日3日ぐらいは新しい環境に徐々に慣らしてあげるっていうことをしてあげるととてもいいんじゃないかなと思います。基本的には、まあ、爬虫類の中では、そして大別すると生き物の中でもボールパイソンっていうのは強い方の部類に入ると思うんですね。環境の変化へのこう適応性っていうのも高い方の生き物だと思うんですけど、臆病なので、できれば優しく優しくゆっくり環境に慣らしてあげるといいんじゃないかなと思います。もうこうやってね、なんか入れるとぐるぐる動いて、うわ可愛いっつってスパーンハンドリングみたいな、こっちおいでみたいな気持ちはわかるんですけど、そうやってこう飼い主との戯れをするのは、できれば数日空けてから徐々に慣らしてあげていくと、彼らの心もね、安定するんじゃないかなと思いますので、そのことを覚えておいてください。お迎えした初日は徐々に慣らしてあげる。餌はあげない。できれば目隠しのようなものを一晩ぐらいはしてあげるといいんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのお迎え初日完全ガイドについてお話をしました。
当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。